長岡方面ホームへの入り口、岩原スキー場前駅は、新潟県南魚沼組湯沢町大和土樽に、ある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。単式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎のある北側から見て、ホーム、線路、ホーム、線路の順に並ぶ配置となっており、乗り場は、北側が高崎方面、南側が長岡方面である。 二つのホームを連絡する通路は校内にはない。高崎方面のホームには駅舎から出入りするが、長岡方面のホームへは地下通路から出入りする。地下通路の出入り口は駅舎の近くの駅郊外にある。臨時駅として当期のみ開設されていたが、駅近くの新潟県立六日町高等学校ユーザー分校が独立して新潟県立ユザ高等学校ができたことから、 1981年9月1日から通年停車駅となった。越後湯沢駅管理の無人見駅。駅舎内には窓口があるが閉鎖されており、その傍らに簡易自動券売機が設置されている。昭和末期まで当期のみ駅員が配置され、乗車券を発売していた。少なくとも1七十四年の当期までは長距離、乗車券や急行券、 入場券を発売していたが、昭和50年代初めの当期からは、近距離乗車券の発売のみとなっていた。ホームは大きくカーブしている。当駅から北に徒歩4分ほどのところに、岩原観光協会の観光案内所が位置し、周辺一帯には宿泊施設が所在する。また、駅前には大型のマンションが所在する。このほか、周辺には桜の名所が点在する。 東駅周辺を含む南越後観光バスの路線図越後交通グループの南越後観光バスが運行する路線バスが東駅周辺を経由するありがとうございます